ヨシアは、旧約聖書、列王記などに登場するユダ王国の王。ヘブナイ語で、ヤハウェが助けるの意味。ヨシア王の治世時に、それまでアッシリアに従属していたユダ王国は、アッシリアの衰退によって一時独立を回復した。独立を回復したヨシア王は、ユダ国家の立て直しのために、口述する宗教的なショナリズムを高める政策を行う。8歳で即位したが、 16歳頃に、ユダヤ教徒にとっての神、ヤハウェを求め始め、20歳頃から規範的、ヤハウェ信仰以外の宗教信者の崇拝数計する、像を偶像と部別して取り除き始めた。長じで、ユダヤ教の改革を通した国家の再建を志し、規範的、ヤハウェ信仰以外の宗教の信者を弾圧し、 その神々の像を偶像と分別して破壊するなど、ヤハウェ信仰国家としてのユダ王国の路線を再確立し、新明記改革と呼ばれる大規模な改革を行った。このことから、旧約聖書の中では優れた王として描かれる。再司、ヒルキアが改革を助けた。ユダヤ共生点の記述が正しいとするならば、ヨシアは規範的。 ヤハウェ信仰への強い信仰と誇りを持っていたし、それを実際の政策でも反映させた。これには世俗的動機とのつながりもあり、純粋な精神世界だけの理由ではない。多くの世界同様、当時のオリエントでも国家の独立とは信ずる神の独立であり、逆に国家の霊属とは、その国家の信ずる神が創始国の神の下部に置かれたり、 はだしい場合信仰を禁じられ、創始国の神を拝まされることであった。ヨシアは、アッシリアの衰退によって生じた権力の空白に、伴い、ユダ王国の独立を回復したが、アッシリアやエジプト、フェニキア人諸国家、バビロニアなどと、対等な独立国家、独立民族である、ユダ王国、ユダヤ人が他国の神を拝めることは、信仰心からだけでなく、 世俗的誇りとしても許せなかったし、ユダ国家の自立を宣言する上で、民族神への揺るぎない忠誠と結束は、ユダの独立を守る決意を示すパフォーマンスでもあった。ユダヤ共生点の記述法化によると、エジプトのファラオネコセ世は、崩壊していたアッシリア王国の残存勢力を支援し、新興国バビロニアを撃破するため、メソポタミアに遠征した。しかしその途中では、 必然的にパレスチナに位置するユダ王国の領土を通過する必要があり、実際に領土内に侵入した後、ユダ王であるヨシアにエジプト軍のユダ領土内での無事な通行を保証するよう要請した。この時、列王記、第23章と歴代史第35章ではヨシアは猫2世をわざわざ妨害しようと出て行って、メギドでエジプト軍の矢を受けて死亡した。 あとのユダヤ人もヨシアが、なぜこのようなことをしたのかよくわからなかったらしく、フラウィウス・ヨセフスは、ユダヤ古代史大 X 監護章一節で、運命の女神が彼を滅ぼす口実にしたと思われると、説明になってない説明をしている。メギドでのヨシアの死後、一度は、ヨシアの子、ヨアハズが即位したが、 戦の帰り道に立ち寄った猫二世は、ヨアハズを廃位してよ、アーハズの兄弟エホやキムを、新しい王にした。ヨシアの死により彼の行っていた、改革のほとんどは無に返した。また、ヨシアの敗北により、ユダ王国の完全独立は再び失われ、エジプトに金銀を納めさせられる、従属国となった。その後、 エジプトをカルケミシュの戦いで撃破した、新バビルニア王国の従属国になったが、エホヤキムは、反逆して、エルサレムが包囲される事態を招き、包囲中に死去。コデヨシアの孫にあたるエホヤキンが3ヶ月と10日の、治世の後、エルサレムが陥落。エホヤキンは、第一次バビロン補修で、バビロンに連行され有兵。オジゼデキヤが、王位につけられたが、彼も、反逆。 二度目のエルサレム包位で完全にエルサレムは陥落、ゼデキアもバビロン捕囚でバビロンに連行され、そこで死んだ。このように、ヨシアの三人の息子と一人の孫が大いに登ったが、新バビロニア王国やエジプトといったオリエント世界の強国に対して有効な対策を何らだ打ち出せずに翻弄され、二度のバビロン捕囚でユダ王国は滅亡した。 ヨシアの死から約20年後のことである。少なくとも、ハムタルとゼビラという二人の妻がいた。息子マコダイに歴代史34章3節から4節、特に歴代史の方では、猫はこの時死者を食って、少なくとも外形に現れた文言としては、エジプトはユダ王国を攻めるために軍を起こしたのではなく、ユダ王国に敵意はないと断っていたとしている原文は、 信仰対象的なものというより、運命の擬人化。フラビウス・ヨセフス・著、旗号兵役、ユダヤ・古代史産旧約時代編、A と、クシー、クシー、クシー株式会社チクマ書房、1999年、ISBN4 から480085335、P250。列王記、第23章と、歴代史、第36章。ありがとうございます。